ハロー、ロックン、アルビーの中村です。今回は、前回に続いてサージェントペッパーのレアなやつをご紹介したいと思います。今日はドーン、日本人深町純さんのサージェントペッパーズロンリーハーツクラブバンドです。これはダイレクトカッティングレコーディングで行われた、いわゆる一発撮りです。すごいんですよ。あ、深町純さん顔、この方です。わかるかな。もう亡くなってしまいましたね、10年前に。で、すごいピアニストだったんですよ。キーボーディストであり、シンセのもう大家でございました。ジャケットの方、もうもろパロディです。でも深町純さん、さあどこにいるでしょう。ここです。こちらにいらっしゃいますね。わかるかな。ここに本人が、深町さんがいらっしゃいます。わかった、後で見てみます。で、どんな風にレコーディングしてたかっていうことなんですけどもね、写真が残ってます。中に、ここにこんな感じで、インサね映っておりました。キーボードに取り囲まれております。今みたいにね、1台じゃなくてもう3台4台というふうにこう囲まれています。でもう1枚残ってるんですが、ここに残ってるんですが、なんとドラムが右足で踏んでいます。左足の方にはなんとタンバリンの方につながってて、右足でバスドラ、左足でタンバリンという、リズムを取って取りつつ、キーボードを弾いて一発撮りでなんとサージェントペッパーを、やっちゃっております。全曲でね6曲しかやってないんですけども、大変聴き応えのある珍しい、アルバムですので、もしよかったら聴いてみてください。なわけで今回はちょっと短いですけれども、深町純さんのサージェントペッパーズロンリーハーツクラブバンドを紹介いたしました。また見てね。じゃあね、バイバイ。